Windows や MacOS など、パソコンだけではなく、スマホやタブレットなどで、かな漢字変換をするのに必要となるのが、IME です。IME は、インプットメソッドエディターの頭文字を取った略称になります。この IME がなければ、ひらがな、カタカナ、 漢字、アルファベット等多くの文字を扱うことができません。デジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたい。そんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です。今回は IME についてお話ししましょう。IME の基本的な機能は、ひらがなやカタカナ、漢字をパソコンやスマホで入力できるようにすることです。つまり、この IME がなければ、ひらがなやカタカナ、漢字を入力できない ということになるんです。ですから私たち利用者がわざわざ日本語入力システムのアプリを使うためにインストールしなくてもいいように IME が最初からインストールされています。Windows なら Microsoft の MSIME が最初からインストールされていますし iPhone や iPad Mac OS なら、Apple の日本語入力プログラムが最初からインストールされています。Android を搭載しているスマホやタブレットでは、メーカーによってインストールされている IME は違いますけれども、最初からインストールされています。ですから、IME のことを意識せず、知らない間に使用しているんです。 使っているスマホやタブレット、パソコンによって思ったようにかな漢字変換ができず、イライラした経験を持ってる人は多いのではないでしょうか。特に Windows から Mac、もしくは Mac から Windows へ環境が変わったり、 スマホやタブレットを今までとは違うメーカーのものに機種変更した際に感じることが多いでしょう。それは IME が変わってしまったからなんです。IME はただ単にカタカナやひらがなを入力するだけではありません。入力された文字を漢字変換する機能が大きなウェイトを占めているんです。 ですから、この棚漢字変換の効率や機能が IME によって大きく変わってくるんですよ。IME は日本語入力システムというアプリになりますので、今までと使い勝手や変換効率が変わらないようにするためには、 同じ日本語入力システムアプリをインストールすれば解決する。そう思うかもしれませんね。しかし、残念ながら、最初からインストールされている日本語入力システムアプリがアプリストアで公開、販売されていることが今ではなくなってしまいました。そのため、OS が変わったり、機種、 メーカーが変わると困ったことになってしまうんです。そうなってしまうと使い勝手や変換効率を変えたくないので OS や機種、メーカーを決めてしまいがちです。そうならないように販売されていたり公開されている日本語入力システムのアプリがあります。それが ジャストシステムの ATOC だったり、Google の Google 日本語入力なんです。その他にも、b イ d ゥのしめじや、ものかき堂のカワセミなど、多くの日本語入力システムのアプリが販売、公開されています。最初からインストールされてる IME でも問題あらへんわー。 確かにその通りです。何の問題もありません。ただ、最初からインストールされている IME より、かな漢字変換が効率的に行えるようになったり、使い勝手が大きく向上する。これならどうでしょうか一日に文字入力を行っている時間は非常に多いんです。 嫌な漢字変換を効率的に行えるということは、文字入力をする時間を大きく短縮することができるということなんですよ。変換効率だけではなく、搭載されている辞書に登録されている単語も多いので、特殊な名称などの変換も簡単に行えるようになります。そして、 なんと言っても、Windows や Mac、Android を搭載しているスマホやタブレット、iPhone や iPad など、どのような環境でも同じ IME を使えるものがあるんですよ。使っているデバイスが変わっても、変換効率や使い勝手が変わらない。これって大きなメリットになると思いませんか では、どの IME を選べばいいのか気になりますよね。残念ながら、こればっかりは好みの問題などもありますので、ご自身で試してもらうしかありません。それでもあえてあげるとするなら、Google の Google 日本語入力がいいのではないでしょうか。Windows でも Mac でも使用できますし、 iPhone や iPad、Android を搭載しているスマホやタブレットでも使用できるように Gboard という名前でアプリストアで公開されています。そして、なんと言っても無料でダウンロード、使用することができるのが嬉しいポイントなんです。 YouTube ポッドキャストではすでに配信しているポッドキャストを再編集した内容を配信しています。最新の内容は毎週木曜日のお昼12時に Spotify や Apple Podcast、Google Podcast などで配信していますからそちらでお楽しみください。YouTube 動画ではパソコンの使い方、ショート動画では IT やパソコンの用語解説、アプリの単価を配信しています。デジタル教室からあなたに、プラス、ワン。